It's time to learn more for the beautiful next 100 years. Welcome to the new Radio Social Community with Kinimansu Kamoto Niki. Ashita no kareji. 僕は十時を回りました。tbs ラジオからお送りする明日のカレッジ、キニマンス塚本美希です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？先日ね、ストーバルさんからお便りが届いていました。なになに？三十年以上の我が家のぬか床ですが、一昨日、新しいぬかを百グラム足したら、今日になって、すごくぬかが若返りました。ぬかの香りも強くなったし、今、手を入れれば。 手に油が残るぐらい熱っちょりコーティングされますここで終わっていますはいありがとうございますストーバルさんはぬか床マスターだったんですねいやあのいや本当にね30年以上一つのことにずっと向き合い続けるっていうことをされている時点で私の中ではもうマスターなんですよ もう自分じゃ絶対できないもんそんなこと。で、まあ、ぬか床もね、あのー、私は全然経験というか、まあ、やったことはないんですよ。もちろんぬか漬けはあの大好きですけれど自分で作ったことはないけれどよく思い出してみたらあのね おそれ思い起こせばそれは2020年の11月だからちょうどもうほぼない去年1年前ですねまあ明日のカレッジが始まったばかりで私もその夜型生活にねこう慣れようとしてた時期だったんですけれどあのもうコンビニのお惣菜とかお弁当ばっか食べててあ最近ちょっと野菜食べてないなやばいなこれはと思いまして。であのー、ちょっとねこう あの放送終わってこう家に帰る途中にあの肉の花まぜによりましてうん深夜営業のでそこでこうちょっといろいろ野菜とか買おうと思ったんですよで入ったらあの割引コーナーがあってそこにぬか床キットま自分でもうそのままもうパックに入ったぬか床が売ってて割引でであ これちょっっと優そうって思ったんでですよねでもあの作り方も裏にちゃんとはっきり書いてあるしよしじゃあこれ買おうって思ってで豆腐買ってバナナ買って納豆買ってなんちゃら買ってって家に帰ったらあ野菜買うの忘れたって <laughs> 肝心の野菜買ってねえじゃんってアホですね。はい、でまあそのとりあえずそのぬか床キットはキッチンの戸棚の中にしまったんですよ。 で正直あの申します、あの1年以上経ってますが、いまだに未開封のまま、戸棚にしまってあるままです。はい、<laughs> でもちょっとね、このストーファルさんのお便りをいただきまして、ぬか床について、ちょっと関心、興味が湧いてきています。皆さん、いかがでしょうか、ぬか床、ぬか漬け、えー、されてる方います うちもねなんか21歳の若手のスタッフが「僕今年になってからぬか床始めたんですよ」って言って「えー、あら最近の若い子は、ね、でもまあまあ年齢関係ないけれどもしね皆さんあのぬか漬け作ってる方などいましたらちょっと、まあ、これからぬか床デビューをするかもしれない私にねちょっとアドバイスいただければと思いますこんなもの入れたら美味しいよとかこういう時は気をつけてねとかそういうねあの皆さんのぬか床 ぬか床バイスをあとお待ちしておりますそしてもちろんストーバルさんもねはいあのぜひどんなものを入れてらっしゃるのか教えてくださいそしてもしよろしければあのメールでご住所を送っていただければステッカーこちらからプレゼントしますのでお待ちしておりますはいそれでは12月2日木曜の明日のカレッジいきましょう明日のエンタメ学部昭和の冬うたベスト5 本日は俳優でミュージシャンのハンダ・ケントさんがセレクトしてくださった昭和の冬の名曲ベスト5をご紹介していきます。早速ごとご、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  早速ごしょうご登場していただきましょう。半田さん、よろしくお願いいたします。どうもこんばんは、半田健太です。すいません、なんかちょっと今すごい噛んじゃいましたね。なんかねあっち行きこっち行きしましたよね今ね。<laughs> ご登場 <laughs> ご紹介。うん、ごしょうそうごしょう場ごしょうはご登壇ください。 えー、お元気でしたかはい元気でした <laughs> 元気そうでよかったです今月も今,今シーズンもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はいえー、半田健人さん昭和59年生まれジュノンスーパーボーイコンテストのファイナリストに選ばれたことをきっかけに芸能界入りされ仮面ライダーファイズで主演を務めました、うん、さらに高層ビルや鉄道昭和歌謡といったジャンルへの造詣も深く 以前は8月12日真夏のね、私、はい、たのカレッジで昭和の夏歌ベスト10をお届けしていただきました。うん、あれもすごい楽しかったです。あの後ね、まあ結構12時過ぎてましたね、前回終わったの。そうですね。それで。 帰る時にね。あのちょっと歩こうってね。夏でしたからね。うん、夜涼しいでしょ。だから、あの赤坂のね。売っていったところにね。結構ね。あの古いマンションあるんですよ。うんうん、で、僕結構こう。ヴィンテージマンションっていうかね。はい、あのマンションっていうものが日本にでき始めた頃の昭和423年ぐらいですか？あのぐらいの建物が好きなもんでね。うん 真ん中のそういうとこをこう徘徊してねまる,でしまるで怪しいあの敷地内に入りませんよ迷惑になんでこう道路からこう見て、はい、ああこんなとこにこんなマンションがまだ残ってるんだななんてね、うん、こう見ながら、はい、赤坂といえば力マンションなんてありますよ、はい、力道山さんがプロデュースなさった当ですう 元祖セレブマンションですね。ヴィンテージですね。ああ、ヴィンテージですね。私結構そういうのをあの写真撮ったりするんですけど、あれってちょっとなんか気をつけた方がいいですよね。他人でも人様の老<の>いの写真撮るのは。敷地内に入るとダメなんでしょうけど、うん、まあ道であればね、例えばじゃあ,あのお友達と撮った後ろにも風景として入っちゃうわけですから。いやあの本当にあの細かい飾り付けとかね、なんかそのディテールが好きなんですよ。はいはあの基準は僕がじゃ例えばそこの住人だったらね、こういう人が いたらやだなと思うことはしないようにしてます。あ、わかりました。私も気をつけます。うんはい、はい。じゃあ今日はちょっとね、まああの夜寒いですから、ちょっとこの後徘徊されるかどうかわかりませんけれど。そうですね。さすがにね。<laughs> はい。今日もね、よろしくお願いします。はい、よしいしま、はいえー、今夜は昭和ソング企画の第二弾、昭和の冬歌ベストファイブ。うん、どんな曲がかかってくるのか、ぜひ皆さんも予想してください。さらにあなたの思い出の昭和の冬歌 それにまつわるエピソードもあればぜひ送ってくださいメールはローマ字で明日の atmark tbs.co.jp ツイッターはカタカナでハッシュタグ明日のカレッジファックスは0355620954です YouTube のチャット欄でもコメント待ちしておりますえー、そして今日私ニキと電話でちょっと話したいなという気分の方いましたらぜひね、えー、メールかファックスに お電話番号を添えて送ってください気まぐれでかけちゃうかもしれませんそして11台はニュースコーリング今夜は中国についてハフポスト日本版で中国を担当されている高橋文也記者に気になる中国の話題についてお話を聞いていきますそれでは早速参りましょう今夜の1曲目半田健人さんがセレクトしてくださった昭和の冬歌ベスト5 第五位はザ。ザランチャーズ真冬の帰り道。はい、ありがとうございます。どんな曲なんでしょう。ええー、まあ、タイトルにね、こう真冬って入ってますから、今日のテーマにふさわしいかなと思うんですが。えー、こちら発売昭和四十二年ですね、随分、うん、と。 前の歌ですけどもこの「ランチャーズ」ですが、えー、メンバーの北島さんはですね加山雄三さんのいとこへ<ー>で加山さんのバックバンドをね、はい、えなさってて、まあ、そこから、えー、独立してバンドになったというねそういう形式のもので、うんえー、同じその加山雄三さんで言えばねこう「ワイルドワンズ」「思い出の渚ね」ね夏歌で確か,かかけたかな。うん、でその「ワイルドワンズ」が夏のこうイメージマリンのイメージで売り出したのに対して「はいまあ、ランチャーズ」はじゃあ冬でいこうということでね こういうデビュー曲になったんですけどね前回は夏歌ベスト10の第1位に選ばれたね,ねザ・ワールドワンズ思い出の渚やっぱりこうグループサウンズはねちょっとこう外せないかなと思いまあです、ね、はい。それでは聞いていただきましょう昭和の冬歌ベスト5第5位ザ・ランチャーズ真冬の帰り道 youtube のみなさーんこんばんははい半田健人さんとお送りします昭和の冬歌ベスト5でございますがね、あのどんな曲がかかるんでしょうか楽しみですところで半田さんさっきからそれなんかなんか気になってるんですけど僕ねあの最近気に入ってるお菓子でね柵山チョコジロウというねこチョコ菓子なんですけど別に僕はコマーシャル担当でもないんですけどね あの先日も伊集院さんのラジオの時に差し入れをさせていただいてね、はい、でそれがあまりにも大量だったから、もしかしたらそれが今、ここに来てるんじゃないかなって、勝手に想像してるんですけど、スタッフさんが、僕が今、これにハまってるってことを聞き聞かせてくれてね、うん、あの楽屋にもこう置いててくえ優しい。ちょっと飾っとこうと思って結構、甘党なんですかいや、それがね、甘党じゃないんですよ。だからね、僕ね、これは買う,買うんですけども、あのまあ、食べますよ、たまには。はい、だけどね 毎日は食べない見てる、うん、<う>見てるおいい何 <laughs> <う>お菓子は食べるものでしょ生活の中にこう置いてあるとねあ、可愛い,い、ああ<ー>今日も可愛い,いななるほどね、なんかぬいぐるみとか欲しいですかねでもね、これね、僕坂山さんのあの松江デリシーさんにもはっきり申し上げたいのがね いいぐるみの出来はあんまり良くな不思議なもんでこの3次元の可愛さがうまく表現できてないんですよ。確かに2次元を3次元にあ<ー>あの出力するのはねなかなか難しいんでね。まあうん、それが今後のね、昭和デリシーさんのテーマでしょうね。は<ー>い <laughs> そんな,そんなハンダ田ン斗さんとお送りする <laughs> え本日の昭和ソング冬歌ベスト5。ぜひね、皆さんの。 えー、ダメ元でリクエストなど送っていただければ、<laughs> 多分かかりませんけど、わかりませんよ。今日は、ね、今日はもしかしたら、ちょっと、花さんのマニアのところもね、はい、出てくるかもしれません。ご紹介したい曲がいっぱいありますんで。うん。それでは今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。 明日のカレッジ。時刻は十時十二分を回りました。ここで TBS ニュース、新藤さんお願いします。はい、こんばんはお伝えします。新型コロナウイルスのオミクロン株はアメリカやフランス本土でも感染者が確認され、これまで二十九の国と地域に広がっています。日本国内では二人の感染が確認されていますが。 東京都の小池知事は、2例目の都内の濃厚接触者は46人で、そのうち36人が宿泊療養施設に移ると述べています。都内の濃厚接触者は1例目と合わせて85人に上っているほか、12の府県にも濃厚接触者とされた人がいて、それぞれ健康観察が続けられています。こうした中、国土交通省が、 日本に到着する国際線の新旧予約を停止するよう航空各社に要請していたことについて岸田総理は今日国交省に日本人の帰国需要に十分配慮するよう指示を出し国交省は一転して要請を取り下げました今回の要請は海外にいる日本人が帰国できなくなるなど混乱が広がっていました斉藤国土交通大臣によりますと今回の要請は 国交省の航空局が大臣や関係省庁などに事前に連絡せずに行っていたほか松野官房長官や岸田総理にも事後報告だったということで斉藤大臣は混乱を引き起こしたとして陳謝しました中国の女子プロテニスの宝水選手が中国の前の副首相から性的関係の強要があったと SNS で告白した問題で WTA 女子テニス協会は 今後、中国で開催されるすべてのトーナメントを中止すると発表しました。WTA のサイモン会長は、法選手の問題について、中国の指導者たちは信頼できる方法で対処していないと批判し、法選手が圧力をかけられているような状況で選手を競技に参加させることはできないとしています。これに対し、中国外務省の報道官は、スポーツを政治問題化する行為だと反発しています。 立憲民主党は今日両院議員総会を開き西村幹事長小川政調会長大阪代表代行を起用する人事案が了承され泉代表のもと新たな体制が発足しました泉代表は国民と向き合い国民のために働くことを一つのカラーにしていきたいと決意を述べています 青森県のアメリカ軍三沢基地の F-16 戦闘機が燃料タンク2個を投棄した問題で、見つかっていなかったもう一つのタンクが今日深浦町の雑木林で見つかりました。現場は1個目のタンクが発見された国道から東におよそ500メートル離れた場所です。深浦町の吉田町長は、燃料タンクが見つかったことに安堵する一方で、大惨事になりかねなかったとして遺憾の意を示すと述べています。 以上ニュースをお伝えしました新藤さんありがとうございましたお知らせの後は昭和の冬歌ベスト5第4位です 明日のカレッジ」ッジ。

今夜の講師は半田健人さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、先ほどかけました第5位。第五位ザランチャーズ真冬の帰り道。うん、もうなんか、あのイントロから。 もうちょっとこう。体がね。<う>ちょっと揺れ始めましたね。私ね、この曲はね。そのイントロもそうですし、乾燥でちょっとバロック調のフレーズが入ったり、アレンジがね。非常に優れた歌でね。この12弦ギターっていうこう。あの普通のギターでもね。弦が倍ついてる。あのエレキ使ってるんですけど、この時流行ったんですよ。はい。 それを使うっていうことがやっぱりトレンドだったんですねこの時代はねうんあとなんかその冬ソングって私の中ではこうしんみりな感じのイメージがつくんですけれど、うんはい、今回のこのベスト5全部しんみり系なんでしょうかいやそうとは限らないですね、うん、いやむしろホットなんじゃないかむしろホット、えー、冬だからこそね あの僕寒さ嫌いなんで私も、はい、中からこう体内から温まるような <laughs> <あ>そういう歌をなるほどじゃあそんなそんなホットかもしれないね、はい、冬ソングも聞いていきたいと思いますはいでところでねあの半田さん、はい、この昭和歌謡といいますかその昭和の日本の曲ってあの 最近ちょっとリバイバルされてるじゃないですか、うん、特に海外でおしゃれなクラブでシティポップがかかったり竹内まりやさんの「プラスチックラブ」とか、うん、あと、あのー、最近あのナイトテンポさんが、ね、あのロサンゼルスのクラブで松原美樹さんの「真夜中のドア」をプレイしたら大盛り上がりした、うん、その時の動画がスポ<ー>あのツイッターで流れたんですけれど。はい 本当にもうなんか LA のもうロサンゼルスのこうイケイケパリピが昭和54年のえポップスでもうなんかジャンプジャンプステイウィッドミーってやってる動画があって。 ななんかちちょっと嬉ししいけど不思議な気持ちでしただからおそらくその現地の方はねそのこれが日本の40年前の歌だとかそういうふうなことを思って盛り上がってるわけじゃないと思うんで,、ね、うですよね、うん。だから日本のディスコでもそうじゃないですか結局、えー、今その四つ打ちにねこうアレンジ変えたりして、えー、古い曲をこう DJ が流すわけでしょ。 何年の元曲はこれいつの誰だっていうのを、ね、気にして聴いてる人は日本のクラブでもいないのでね。そうですよ、ねうん、だって今だってこうクイーンだってアバだってねローリングストーンズだって、えー、ビートルズだってみんな愛されてるままだしだそういった意味ではね今って本当にこう、まあ、YouTube もそうだしあとはそういうサブスクによってね、うん、もう音楽の垣根っていうのが以前よりもなくなってますから、うん、だから。 日本だから海外だからとかねそういうのあんま関係ないんじゃないですかそうですね時代も世代も、うん、国も関係ないですねいやいや特に時代はね全くこれから関係なくなりますよより一層ね、うん。ねうん、そんなねあのまあ時代を超えた愛される昭和の冬たベスト5いきましょう、はい、半田健斗さんが選んでくださった第4位は「スクールメイツ虹と雪のバラード」 と入ってるけれど虹も入ってるんですね。はい、えーはい、これいろいろクエスチョンがあると思うんですが、うん、まずですねこの虹と雪のバラードというのはそもそもが1972年2月に開催されました札幌オリンピックのテーマソングですね。えー、そうなんだ。はい。はい、でまあ東京オリンピックですからまあ冬なんですけれども、うん、えー、これ一般的にはですねトワエモア、えー、男女デュオでございますけれどもトワエモアさんのものがこうヒットしまして、うん、でそれも それもと言いますかそれをカバーしているというかね、共作版としてこのスクールメイツ版が存在するんです。はい、ただあの、これはね、ほとんどの方、知らないと思います。あ結構レアな、ねうん、レアですねあの、長くデジタル化もされてませんでしたし、まあ、次にその有名なブルーコメットさんがこう出したのなんかもあるんですが、まあ、これはね、うん、ほぼ日本中の知名度で言いますと1%ぐらいかなと思います。<ー>ところが,ところが 原曲はバラードって書いてあるぐらいですから、うん、三連のゆったりとしたバラードなんですよ、はい、ところがねこれスクールメイツって踊りますでしょなので <laughs> 4分の4拍子のねこう8ビートで、えー、すごくこうテンポがいいんですよバラードじゃなくなってるいでねこの時代特有といいますかね、あのー、ちょっと難しい話なんですけど昭和47年当時ってねまだそのレコーディングって音楽道録でやってたんですよつまりそのオーケストラが パートごとに録音しないですもうドラムもベースも、えー、ストリングスやブラスも同じスタジオに入ってせーのでやるんですけど、はい、でクリック聞いてないんですね、うん、あのメトロノームを、はいはい、だから引っ張るのはリズム体<う>で曲によってねこうテンポがこうまあぶれていったりもするんですけどもこの曲はね最後に向かっていくにつれてね多分演奏家の方々がものすごい乗ってるんですね。 の,の,の気持ちが <laughs>、はい、だからそういういい意味で走り出すんですけれども、はい、そのグルーブ感っていうのが、まあ、今の音楽って再現でできないですね<ー>やっぱりこうあのマルチトラックになっちゃうと綺麗な音なんだけれども、うん、そういう生々しさって出なないです気になるだからこの時代のこの特有の昭和40年代後半特有のグルーブ感をね、はい、聞いてもらいたい。 聴いてみましょう、はい、昭和の冬歌た第4位「スクールメイツ」で「虹と雪のバラード」。 お送りしたのは、スクールメイツ、虹と雪のバラードでした、はい、伝わりましたかね、僕の言わんとしてること伝わりました、本当にサびのところで、<え>あれ、なんか気持ち、ちょっと疾走感が高まってるって、でね、でまた終わったら、ピタってクってそう落ち着く だこれがねやっぱり人間力というかね、はいうん、こういうのはこう機械じゃ再現できないしね<ー>名人を揃えたからこそできるっていう、ね、誰か一人が走ってもダメなんですよね、うん、みんなでこう同,じ同じ走り方をしなきゃいけない、はい、チームプレーですから何度も何度もリテイクしたのかもしれませんねそれがこの人たちは、はい、あの3回以上やらすと怒っちゃう <laughs> 昔のスタジオミシ医ン怖いから。<っ> <laughs> もう基本的に初見ですまずあの<ー>その当日そのスタジオに来て譜面を置いたんですけどそれを見てやるんですけど、はい、1>, あの1回目は,あのは音のバランスとかをねその技術さんがマイクの位置とか決めるのにやるじゃないですかで2回目からもう回してくれと<ー>でそれで問題なかったらそれで帰りますで3回目でやんなきゃもう次のやつ呼べと <laughs> そのぐらい売れっ子のスタジオミュージシャンがやってましたしね<ー>うんでこの ちなみにで言いますドラムがね石川明さんという方で、はいえー、ベースが寺川正興さんという方なんですけども。うん、他にね有名な曲でこのコンビといえばね、和田アキ子さんの。あの鐘を鳴らすのはあなたとかね、はいはい、か聞いてもらうとね、えー。あの鐘を鳴らすのはあなたのサビ繰り返すでしです、あそこ。うんうん、ちょっとグルーヴ似てますよ。そう、あ、確かに、うん、私も大好きだその曲。そうそうそう,う。そうなんですね。そんなん。名人芸です。本当にそん、本当にもうぴったりと、みんなの息が。 あって、はい、こう、ぐわっとね、ちょっと走り出したくなるような。本当そうなんです。で、ま,ね、またこの男女混成のね、こう、昭和っぽいですよ、これが。はい、声が。はい、じゃあ、お次はどんな曲でしょうか。はい、安田健人さんが選んできた昭和の冬歌ベストファイブ。第三位は。山口百恵さん。冬の色。 はい、こちらどんな曲でしょうかえー、夏の会の時には確かひと夏の経験を、うん、かけさせていただいてまあ冬僕は桃井さん好きなので、えー、冬の今日もですね一曲入れたいなと思って選曲しました、はい、まあタイトルにね「冬の色」ってあるんですけどこれが癖も、うんで、えー、この作詞を担当された千家和也先生は作風としてね、はい、他の提供された曲もそうなんですけどその歌詞の中に「うん ないワード、センテンスをタイトルに持ってくること多いです。ああ、なるほど。だからこの冬の色もですね、実際に歌詞の中に冬の色という単語は出てこないんです。出てこない。うん。うん、だからそういうところね、ちょっとあの抽象的なところはあるんですけど、うん、おお、まああのすごい純いい歌ですね。純愛ソングとして、はい、僕好きなんで、ちょっとあのメジャーどころとして選ばせていただきました。ありがとうございます。それでは早速聴いていきましょう。昭和の冬歌。 第3位山口百恵冬の色。 山口百恵さんで、冬の色でした。うん、しっとり艶がある声ですね。十五歳ですよ、ね。十五歳。十五、ね、歳でこんな声、普通出せないですよね。うん、だからね、僕はあの、こう、冬の色とかがね。この辺りこそが、最も百恵さん、本来の百恵さんに似合ってる歌なんじゃないかなと僕は思ってますね。うん、その後期に向かって、割とね。 プレバックだとかロッククだだととかかロールだとか、はい、ちょっとね強い女性のこういうイメージっていうのは書かれましたけど年齢的にもそうだしこういう世界観をね淡々と落ち着いて歌えたのが。 桃江さんのすごいところね。似合ってますねこの曲で桃江ちゃん初のオリコン一位を獲得したそうですね、はい、あの B 面がですね、えー、伊豆の踊り子の主題歌でしたので、はいまあ、そういった人気もかぶさっての一位かもしれませんけどねうんそうなんですねこの曲にかた関わった方たちはどんな人たちだったんですか、えー、作詞は、えー、さっき申しましたその千家和也先生で、えーはい、他にはね、えー、キャンディーズの曲とかね、うん、朝岡めぐみさんとか ええー、開局ではバスストップとか、そのあたり、まあ、ヒット曲多数ですね。はい、で、作曲が徳倉俊一先生。うん、ええー、ほにはピンクレディーや。おー山本リンダさんや。はい、もうヒットメーカーですね。今、文化庁長官で。<laughs> 別の先生になっちゃいます。おおもの、もう、えー、別の意味の大物。ハンサムでね、もうすごい色男で、当時から。一番歌謡界一モテた作曲家って。はい。<ー> で編曲がこれまた今もあの大変に一戦で活躍されてる「魔界の浩二先生あ」前回もね魔界之浩二先のお話し聞かれまして、ね、ジャニーさんの曲とか多くね書かれてますからねだから、うんえー、千家先生は、まあ、あの昨年かな亡くなられたんですけども、えー、皆さんこう本当に生涯ね現役で。 うん、活躍中の方でそうなんですね、はいはい、ありがとうございました今,日もあの今回はね、まあ、5曲ということでかなり限られてますけど選曲大変だったんじゃないんですか大変ですねあの <laughs> すいませんねの場合はやっぱりその <laughs> その少なければ少ないほど大変って思っちゃうタイプなんですよ <laughs> うん、うん、多ければねいろんな切り口とこうバランス取れるんですけどなぜ5曲ですからね、はい、だから正直そのもう有名な曲「今の百恵ちゃん」で最後です 言っちゃうとうここから先はですねあの僕の基準で選ばせていただきましたんでど,ど,んどんな基準かちょっとまあまああのー、この番組を聞いていただけたからこそ出会ったと思っていただけると幸いですねわかりました、はい、楽しみです、えー、皆さんからの「昭和の冬歌たといえば」というね、はいえー、おすすめ大好きなソングまたはそこにまつわるエピソードなどぜひ教えてください。果たして、えー、第2位第1位はどんな楽 曲なのか予想もお待ちしております。うん、予想か。えー、<laughs> 当たったしは<あ>本当何かあげるよって感じですよ。よそれぐらいもう当たらないだろうって感じ <laughs>、えー、楽しみだ。と思いますね。メールはローマ字で明日のアットマーク TBS ドット CO ドット JP。ツイッターはカタカナでハッシュタグ明日のカレッジ。ユーチューブのチャット欄のコメントでもお待ちしております。さあお知らせの後は昭和の冬歌ベストファイブ第二位の発表です。

明日のカレッジ、今夜は明日のエンタメ学部、昭和の冬歌ベスト5をお届けしています。講師は引き続き、半田健人さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ちょっとこの BGM になるので、どうしてもちょっとこうテンション爆上げになるんですよね。いいねはい、はい。ちょっと気をつけます、私。はい、いや、もうやって,てください。はい <laughs> よくあのあのちょっとすっごろすので <laughs> 肝心なところす <laughs> すみません、リスナーさんから、ね、じゃんじゃんお取り来てますね、はい、猪之助さん、えー、昭和の冬歌好きな歌が山ほど出てきましたが、一、はい、曲だけと言われたら、今晩はかぐや姫の赤ちょうちんが劇体です寒い夜にはおでんと熱感がいいですね、はい、と添えられています。 月に一度の贅沢がおでんと厚かんだったそんな時代の歌ですからねう,うん。これはかかりそう僕はねかぐや姫大ファンなんですよ、うん、だけど今日はね今日は違いますもっと、ね、もっとハンダワールドに行、ねはい、言うなればかぐや姫の先輩格に当たる人がかかるかもしれませんねわかりました、えー、こちら変するうさぎさん 小泉京子、木枯らしに抱かれて菊池<ー>桃子、雪に書いたラブレターアイドル歌謡ばっっかにななてしまうな <laughs> でもそのあたりっていうのはね、やっぱり僕も最初、頭浮かびましたよ、うん、その冬歌で歌謡曲でっていうとね、80年代のそういうアイドルポップスっていうのが浮かぶんですけども、そういう曲はね、他の番組でも流れるでしょう、おそらく。 なので、明日のカレッジはそうじゃないんだよ。じゃあね、<laughs> ちょっと、あの、ここだけのというとこで。<laughs> がとうい今回は、外させていただきました。うん、ええー、ここら辺だからってはですね、人気ですね国防さんも。うん、あの、アルフィーのバージョンも気に入っています。あ高見沢さんがね、<っ>作曲ですからね。はい、やっぱ、人気なんですね。えー、そして、他にも、キリギリスさんはね、思い出深い昭和の冬歌。上風船の冬が来る前に。 えー、そして財津和夫さんの「冬のメインストリート」も「捨てがたい」聞きますがね冬枯れの街を歩いている時に聞くにはピッタリな曲です。冬が来る前になんてあの特に口ずさんじゃいますよね。 うちょっと寒くなる前にこうやっちゃおうかなんて言ったのあ<ー>私たちが幼い頃にシチューの CM に起用されていたとかで知らず知らずのうちに体に浸透していたようですっておっしゃっています、はいはい、じゃあそれではそろそろ参りましょう半田ントさんが選んだ昭和の冬歌ベスト5続いて第2位は 2> 高田渉さん 冬の夜の子供のための子守歌。ちょっと予想してなかったです。はい。ね、これもう予想できてた人にはもうこれプレゼントですよ。咲 <laughs> 山チョコが。がの多分いらっしゃらないと思いますけども。お好きなチョコレートのお菓子をプレゼントという。はい。はい。と、えー、なぜこれを。 そうですね、あの実はこれも言っちゃっていいと思うんですけど、はい、スタッフさんに最初にここに第2位に入れたのは「唐島みどり」さんの「サイレントイ i だったんですよ。はい、でこれはやはり全体のバランスを取ろうと思って、うん、ドメジャーな曲を入れようと思ったんですよ。け<ど>ところがあれ平成2年らしいんですよ。なのでちょっとあのチェンジしまして。はい、で フォークから高田渉、ねまあ、さん自体があまりこうランキングに入ってくるような人ではないんですけれども、うんえー、80年代に出されたあアルバムでね、えー、このアルバムは元来のるさんのフォークテイストとは少々違うものになってまして、はいえー、ワールドミュージック調でファンタジックなあものを歌って。 そういうういいアアルルババムムでですす猫のとなん結なんかリアルな泥臭い、ね、<え>曲が多い高田さんなのに、えー、これはね、うん、ちょっとあのまるで絵本の世界のようなね、えー、そういうファンタジックな歌で、はい、ところがその高田渉さんというアーティストはここが天才だなと思うのが、うん、どんなテーマでどういう編曲でねいつの時代に出しても結局高田渉の世界なんです。 僕は魅了されているところで、はい、その中から高田渉さんにも冬の歌ありましたんでこれをねちょっと2位にかけさせていただこうと思いましたありがとうい,いい歌でしょうこれそれでは早速聞いてみましょう第2位は高田渉さん冬の夜の子供のための子守歌。 高田渡る冬の夜の子供のための子守歌でしたどうですあなんかね好きです私こういうのまるで絵本のような歌ですよねなんか無国籍な感じがするちょっとね本当にあに目を閉じれば、はい、ちょっとこうなんか雪の中をうさぎさんがぴょんぴょん跳ねてるような感じがね暖かいこの火のね明かりとっていう感じで、うん、要するに えー、j p o p に多い男女間のお熱い様子をね描いたものっていうのとはまた 違う世界でなんかそのクリスマスソングの定番スタイルとは全然違いますよね。あれはあれであっていいもんだと思うんですけれども僕は選ぶとこっっちちになゃういいと思います、はい、もうゴーイングマイウェイを貫いてくださってありがとうございまの他にもちょっとリスナーさんから読んでいきましょうかね「うんえー、お化けのロックさん冬唄でしょうか太田博美さんの木綿のハンカチーフ」。 です<ー>実際には真冬ではないかもしれませんが小さい頃地元のアイススケート場の、えー、場内優先で何回もかかってましたうだからあそうかご自身にとっては冬の歌っていう。 であのリンクがあるんでよねく聞いてたあのだから例えばさっきのね「えー、冬が来る前に」とか「冬の色」っていうのは「冬」っていう単語が入ってますけども「うん、入っっててないんだけども実は冬の歌ってありますよねルビーの指輪」なんかも僕はそのベージュのコートを着てるぐらいなんだから「秋冬」かなっていうふうに思いますし、うん、何かこうそういうふうに実は「冬の歌」っていうのはいっぱいあると思います。うん 私もあのかぐや姫の神田川は冬の歌ではないかもしれないけれどあのお風呂屋さんが出て<ー>洗い髪が芯まで冷えてって,でて,って、ね、ちょっとなんかこう寒そうでねあとなんかこう二人でこう、ね、狭い部屋でお布団一枚でこううんな,なんかちょっと寒そうなイメージがあるんでん北条先生ねお亡くなりになってね僕も一度取材させていただいたことありますけどね、はい、あの非常に背の高い体の大きな方でね。で 髪が長かったんですよ当時先生は、えー、腰まであってねそれであのなぜ女の人の方が先に出てるのこれおかしいでしょ普通男の方が風呂短そうじゃないですか、うん、だけど北条先生ね髪長かったから乾かすのに時間かかっちゃった <laughs> それであの彼女がちょっと分か,分かってた <laughs> そういうことらしいんですへえー、そういうなんかねこう小さな生活感あふれるディテールもすごい好きな理由の一つなのかなと思いますがはいそれでは、えーはい、いよいよ参りましたパンダケントさんが選んでくださった昭和の冬歌ベスト5第1位の発表です 1> 第1位ザ・ジャイアンツスケート野郎 やろう。はいはい。はい、僕はねど。どんな曲。この今日のお仕事の依頼を受けた時点で1位 <laughs> これ決まってました。はいはい。こ、はい、の歌といえばこの歌だし。うん、えっと何よりもですねこの番組のテーマともなってますその若い子にね自分よりも若い世代まあ Z 世代っていうんですかという方々にね知ってもらいたい曲です。はい、えー。かつて日本はこうだったという意味も込めてこの歌ここの歌に入っていること。 もう曲調リズムの歌詞コンセプト今最も日本が忘れてることですね。じゃあええまずまず聞いてみましょうか。そうですね。うん、あの楽しんでください。うん、とにかくわ<お>、ええ、かりました。楽しめます。ポカーンと聞いていただければいいかなと思います。<laughs> ポカーンですね。僕の理想的な歌ですこれが。はいじゃあ皆さんポカーンの準備はよろしいでしょうか。はい、昭和の冬歌ベストファイブ第1位ザジャイアンツスケート野郎 昭和の冬歌ベスト5第1位は、ザ・ジャイアンツでスケート野郎でした。はい、あのね、半田さんね、私ね、うん、ポカーンとしたのは本当に一瞬のことで、ええ、もうあの腕をこう、ブンブン振り回しながらね、4回ね、繰り返しますからね、えー、覚えていくんですね、大体ね。これをね あの今、六本木のミッドタウンの裏であのスケートリンクができるので、あそこでかけてほしい。だから、最もやっぱり今必要ですよ、すこの令和の世の中にこの歌がね。はい、で、僕ね、この歌、研究してるんですけども、ちょっとこれはふと思ったことがあって、こちらのスケート野郎、発売昭和43年なんですね、うん、43年11月。まあ、43年といえば、ずいぶん昔のように思いますけども、おそらくなんですか。はい この歌発売当時でも若干ダサイブルに入ってたような気がするんです <laughs> そ,そもそもザ・ジャイアンツというのはこれがねあのジャイアンツという他のの、ね、グループっていうの,あのグループサウンズのようなね、はい、そういった男性だけのグループっていうのはあるんです、うん、ところがそのジャイアンツとの関係性もちょっと揺らぐものがあって、うん、女性のコーラスが入ってますからね、うん、これがメンバーなのか何なのかということも含めて、はい、非常にこのスケート野郎のジャイアンツは実態が分からないです。所属ははビクターですね、はい、えー そうなんですねいやでも本当に,なんかこう今,にはか今の時代にはない、うん、まあかつて日本はこうだったっておっしゃってましたけれど、うん、何でしょう,こうピーカンバレのような健全性がありますねこの健全性ももちろんみんながみんなこうじゃなかったと思うんですよ、うん、ただ、えー、こういうことをやっても別に浮かなかったという、ねうん、そういう時代なのかなとうう思いますけども。はい、にしてもダサいなと <laughs> <laughs> <笑><笑>言ってしまえばねただ、うん、学ぶべきところいっぱいあります。はいね、歌詞例えば俺たちは紳士だ、手袋してると。マ、ねまあ、スケットだから手袋してるんでしょ、はいで。手袋してるのは紳士だというこの安直な。<laughs> でもこの安直さって今ね、はい、作詞家を目指してる人今一度思い返してください。はい、こういう詩の方がいいんです。結局突っ込まれない詩はダメです。するっとこう。 綺麗な日本語を並べてるんだけども、はい、引っかかるところがないつまりその、はい、毒にも薬にもなってないということですねうんだったら出せって言われた方がなんぼかいいということで <laughs>、えー、でも逆に ダサい曲を書こうと思ってもなかなか書けないですよ、ね、そなんですよ、うん、だからスケート野郎みたいな曲を書こうと思うとこれがまた難しいんです難しいまあもちろんあのご本人たちはダサい曲を意識してたわけじゃないと思うんですけれど、うん、もちろんそうなんですよね <laughs>、うん、でこのスタッフを見るとねこの佐伯隆夫先生であったり、はい、寺岡新三先生はこの当時でもすでにナイスミドルだったわけですよ、うん、だから最新のサウンドではないんです、はい、やっぱりああやっぱりその,あのやっぱりこういう歌詞を聞くと その若い人が自分のことを「ヤング」って呼んでる時点でちょっとなんかおかしいぞって私思っちゃうんですけどとはどうで,うでも「ヤング」とかねか結構普通だったんじゃないかなと思いますね、うん、特に昭和40年代頭はね、うん、特にそ,そ,そこはまあいいんですけどこのノリだ例えばあと3年早ければ普通だったんですよ。え橋幸雄さんや、えー、西郷輝彦さんなどのこの船木和夫さんもそうですけど「青春歌謡」っていうエレキー歌謡ってのありましたから。はい その時代なんんでですよね年遅いんですよまあそこはもう,う時代の運命というなんですけれど、はい、ただ胸を張ってもらいたいですねこのジャイアンツさんにはねそうです俺たちはこんなシングルを残したんだと。はい ね明日のカレッジでこれがまた令和の時代によみがえることをちょっとね、願って、そうですねこれでアメリカのクラブでこれでみんながアメリカ人が踊ってんのみたいなものね、ヤング、ヤング、真夜中のドアどころじゃないこれだったら僕はね嬉しいね、このリズムが海を越えたというね。届け世界へはい はい、昭和の冬歌ベストファイブ、半田健人さんに素晴らしい五曲を選んでいただきました。いや、ちょっとね、もうここでしか聞けないような曲もありましたけれども、はい、本当に、えー、ありがとうございました。はい、最後になりますが、半田さん、最近何かお知らせなどありますか。はい、えー、っと、自分のライブの話を、ちょっとさせていただきます。今月ですね、ええ、十月18日土曜日。 えー、六本木クラップスにて、えー、僕歌,歌もやっておりますので、はいえー、歌のライブをさせていただきます、はいえー、開演17時でございまして、えー、お客さん入れてやらさせていただきますあの配信もするんですけれどもね、うんえー、歌いますのでお時間ある方はぜひ、えー、興味持っていただいく方は詳しくは僕のツイッターなどで、えー、ご覧いただければと思います。はい そんなハンダさんのね曲を聴きながら今日はここでお別れしたいと思いますこれもダサいですねダサい自分で言っちゃったよ今日推薦した曲の要素があると思いますあこんなんばっか聞いてるからこんなの作るんだなとはい。感じていただければこれ幸いですねわかりましたありがとうございましたここまではハンダケントさんでしたありがとうございますありがとうございました最後に曲をかけましょうハンダケントでさよならジェットさよなら TBS ラジオからお送りしている、明日のカレッジ・シキ・ニ・マンス塚本にきです。本日十時台は、半田健人さんをお迎えして、半田さんがセレクトしてくださった。昭和の冬歌ベストファイブをお届けしました。いや、なんかもう、結構、ちょっとポカポカしてくるぐらいのね。あの熱量半端ない選曲もありましたけれど。 いかがでしたでしょうか皆さん、えー、予想されてた方、どれぐらいいますかね特に、えー、ベスト1とベスト2。これはちょっとね、あの半田さんならではのテイストでセレクトしてくださりました。いやー、発見が多かったです。えー、チェリオさん 昭和の冬歌ベスト5、とても聴き応えがありました。わら。<laughs> 過去の曲を解説とともに振り返るのも改めて発見することもあり、学びが多いですね。楽しかったです。よかったです。えー、ツイッター、とど,どどどどど D さん。半田さんの昭和歌謡愛がどれだけ深いかよーくわかる選曲。ねえ、本当になんかこう、知ってるね、有名な冬の 昭和,昭和ソングはもちろんたくさんありますけれどこういうねちょっとこうレアなやつももっともっと知りたいなって思いました。春、えー、吉さん、冬歌というのではないかもしれませんがこの時期になると歌いたくなるのが加山雄三の旅人よ、えー、そして杉良太郎さんの明日の歌でですすす秋から冬を感じますそうなんですよねなんか秋ソングもいいんですよ。 だけど、その秋なの秋から冬え、そしてさらに冬から春っていう季節の流れ具合ソングもありますよね、あのイルカさんの名残雪とか、あと私、個人的に狩人のアズさ2号もなんか冬歌っぽいなと思うんですけれど、まあ、あれももしかしたら冬から春への流れのタイミングソングなのかな。 えー、練馬のトットチンさん、昭和の冬歌第1位、えー、サザンカの宿、大川栄作さん、ですね、まあ、個人的マイ,マイファイバレット、冬歌ですね、やはり昭和の冬は演歌、演歌、そうです。今日は演歌はかかりませんでしたけれど、まあ、津軽海峡、 えー、ふ冬景色とかもね、まあ、あれも本当に土定番ですけれどそうやっぱりこう寒い冬だからこそねあのちょっと心が熱くなるようなそんな曲聴きたくなりますね澤、えー、田武史さんからのツイートの感想「パンダさん最近聴かないくらい音の厚みがないさすが」。 もう半田さんはもう本当に次元,次元を超えてますす、はい、レベチな方です、はいえー、松早さん、令和の今、この歌唱法で歌える半田ン人さん、いいなそう、さっきね、かかった、えー、半田さんがご自身で作詞、作曲、編曲までされた、全部ご自宅でされたそうです、さよならジェット、2021年リリースされたやつですよ、念のためっ言っておきますけれど。 はい、えー、皆さんからのお便りありがとうございましたこの後も皆さんからの、えー、感想または最近のあなたのハプ周りのエピソードハプニングなどぜひ教えてくださいメールはローマ字で明日のアットマーク TBS.CO.jpTwitter はカタカナで「ハッシュタグ明日のカレッジ」YouTube のチャット欄でもコメントお待ちしております えそしてね、今日ちょっと2キと電話で話してやってもいいかなと思う方いましたら、ぜひ、えー、メール、ファックスにお電話番号も添えてください。こちらからもしかしたら電話しちゃうかもしれません。今日のね、冒頭でもありました、ストーバルさんからのお便り、ぬか床。ちょっとね、あのこれに感化されて、私、あの1年前に買ったまま、あの開けてない、放置されたままの,あのぬか床キット、あれをちょっといよいよね、開けて。 何入れようかなまあ、と差し当たりに参とか大根ですかね初心者は。他にもね、えー、変わり種なぬか漬けアイテムなどありましたらぜひ教えてください。それではここで1曲お届けしましょう。The Mamas and the Papas, California Dreamin' The and the as, California このあとはニュースコーリング、ハフポストの中国担当記者、高橋文也さんに気になる中国の話題、一つ踏み込んだお話をお聞きします。 明日のカレッジ,レッジここからは「ニュースコーリング」。 私ニキが最近気になったニューストピックをお届けさらに詳しく知っておきたい話題に迫るために明日の特派員や気になる人にコネクトしていきますまずは私が気になったこちらのニュースから、えー、今日私がツイッターを見ていましたら えー、SNS を通して仲良くなったトランスジェンダーの方が結構ねあの強い怒りを述べながらこの記事をシェアしてたのでちょっと皆さんにもね兵庫県に住む性同一性障害の54歳の会社員の方が自分の性別を適合させるための手術を受けた後戸籍上の性別を男性から 女性に変更するよう裁判所に求めましたえこの方は生まれた時は男性として性別を割り当てられましたが現在はこの戸籍上の性別を男性から女性に変更することを希望されていますえ日本では公的に性別を変更する権利は法律で認められていますがここにいくつか 結構大きな条件が実はあるんですね、えー、例えば本人が20歳以上であること現在結婚していないこと未成年の子供がいないことそして、えー、生殖腺や生殖機能がないことつまり手術で生殖機能の、えー、部分を取り除かなければ戸籍の性別は変えていけない。 というのが今のの日本のシステムですで今回のこの裁判を起こした54歳の方は、えー、前の妻との間に現在10歳の子供がお子さんがいらっしゃるんです。でつまり自分の子供が二十歳にならないとこの方は自分が望む戸籍上の性別で生きることが許されないということになるんですね。もちろんアイデンティティィとして ね、私は、えー、トランス女性ですとして、まあ、カミングアウトをするのも、まあ、自由だけれど戸籍の性別は変えることはできない、えー、その子供が二十歳になる,なるまで待たなきゃならないということは憲法違反だと、えー、訴えましたが、えー、今回これが最高裁判所まで行ったんですね、えー、しかし最高裁判所は憲法に違反しない とする判断を示しました、まあこれに関してはねなかなかまあその複雑といいますかそのト,トランスジェンダー当事者の希望が優先されるべきではないかという意見もたくさんあります実際に私のトランスジェンダーの友人や知人そしてアライの人たちもここには、えー、不満を感じている方がたくさん SNS で声を上げていました。いいろいろ調べてみますとこの えー、子どもが未成年だと性別を変更できないというこ条件に関しては実は平成20年までは子どもがいないという条件だったそうなんですただこれは、えー、法改正で緩和されたのだけれども、まあ、思うんですよね、私当時、この平成20年の、ね、当時この法律を作った人たちはおそらく。 まさか結婚して子供を作った人がその後で自分の性別を変更したいと望むケースおそらく想定してなかったあるいは想定していたけれど法的に認められるべきではないと考えていたんだろうか、まあ、それに関しては、ね、ちょっと今の時代の流れにどう当てはまるのかという懸念いろいろ湧いてきます。えちなみにに平成19年に最高裁は 子どもがいる人の性別変更を認めると家族の秩序を混乱させ子どもの福祉の観点からも問題が生じかねないと、えー、憲法違反ではないとする判断を示していましたでもね家族の秩序子どもの福祉これは誰の観点で決めるべきことなんでしょうそこに実際の当事者の家族また子どもの 目線意見は含まれているのかな、まあこのね家族の秩序とか子どもの福祉とかあれですね選択制夫婦別姓でもそうだし選,選択的夫婦別姓のえ話題でも同性婚または同性愛者が子どもを持つ養子を取るということにもたびたび出てくるキーワードですが実はですね、まあ、この難しいけれど おそらく今後、しっかり我々が考えていかなきゃいければならない課題に関して、一つヒントになりそうな映画が、今月24日に公開されます。えー、私、一足先に見させていただきました、デンマークの映画で、パーフェクトノーマルファミリーという作品です。えー、まあ簡単に説明しますと、4人家族のパパがある日突然、ママと離婚して女性になると子どもたちに宣言する。 という、まあ、シリリアスななファミリードラマなんですねえこれ実はこのデンマーク人の監督が自ら経験したことを実はえ基づいていますつまり監督さんのお父さんが、えー、90年代監督が子どもの頃このトランスじゃ女性としてカミングアウトされたという経験がベースなんですけれど私本当にこの「パーフェクト・ノーマル・ファミリー」という作品を見てすごくこう考えさせられたし 家族とは何なのか親子の絆とは何なのか、ね、親のそのか親そ意思親が自分,自分らしく自由に生きたいという意思と子供の今まで通りの家族でいてほしいという気持ちこれは天秤にどうかけるべきなのか決して、ね、簡単なことではないけれどでも最終的にそこに残るのは。 愛なななんじゃないのかなっていうちょっとまあ月並みな言葉ですけれどね是非今回のこの、えー、未成年の子どもがいる限りは戸籍上の性別変更を認めないという今の日本の法律について。 え何らかの疑問や不満を持つ方はぜひこの今月二十四日から全国順次公開されるパーフェクトノーマルファミリーぜひねチェックしてみてはいかがでしょうかえ以上私にきが最近気になったニュースでしたここからはこの方にコネクトしていきます 今夜はハフポスト日本版中国担当記者の高橋文也さんに中国の最近気になる話題についてお聞きします高橋さんよろしくお願いします三木さん初めましてこんばんはよろしくお願いいたします初めまして、えー、早速なんですが高橋さん最近よくね中国に関する話題日本でも報道されてますが今私たちが注目すべきトピックはどんなところでしょうか はい、まあ、来年の2月にですね北京東京オリンピックが迫った今あの中国の有名な女子テニス選手彭帥さんのニュースは非常に注目度が高まっています。はい まあこれをどういうニュースかというのをちょっとご説明させていただければと思うんですけどいの全仏オープンも制したですね、まあ、有名な世界的な女子テニス選手なんですけど今年の11月にですねあの中国版ツイッターってよく言われるんですけど、ウェイボーっていう、まあ、本当ツイッターみたいな SNS が中国にはあるんですけれどもそこでですね、まあ、ご自身がかつてあの不倫関係にありそして性的関係を強要されたということを告発したんですね。ね で、その告発した相手っていうのが、中国の最高指導部の元メンバーだったんですはい。この元、最高指導部って、今、あの、中国共産党っていう、まあ、すごい、十四億人いる中国の中のトップセブンの中の。うん、あの、もう、本当にすごいビップな方なんですけど。大物ですね。もう、超大物です。まあ、もう引退してる方なんですけど。はいうん その,、まあ、あの性的関係を強要されたと告発しましてまて、あ、この告発文みたいのをアップしたんですけどこれがまあすぐに削除されるという事態になりました、はい、でその後じゃあこの告発したホースイさんは大丈夫なのかという、まあ、疑問の声が上がっていてです、ね、中国側はもう電子メールとか会食の動画とかを上げて、まあ、この疑念払拭に努めているんですけれども国際社会からはこれは本当に大丈夫なのかと強要されて言わされてるんじゃないか私は大丈夫です。 みたいなも疑惑がまた上がっているという状況ですねうん、そうですねまあその動画の一部私も見ましたけれどまあなぜ彼女はこんなにぬいぐるみに囲まれているえのかとかね <laughs> こうわざとわざとらしいんじゃないかというその意見もたくさんありますねあります例えばそのまあコーチとされる男性との会食の中であれ中国語で談笑してるんですけどあのなんかわざとこう 発言の中に日付が入ってたりすするわけですよねだからこれはこの日に捉えたものですよっていうのをある意味裏付けるとも言えるし見方を変えれば不自然に日付が入っているという見方もできたりするというような状況ですね、うんまあ、この,この、えーまあ、一連のことに関して、えー、WTA ・女子テニス協会が動き出したそうですね。 そうです、まあ、WTA っていうのはですね、まあ、女子テニス協会であのファイナルズっていうのをです、ねまあ、年間のある意味、締めくくりみたいな試合を深セ、まあ、で開くっていう契約をしている団体でもあるんですけれども、まあ、香港を含む中国での試合というのを、これはもう止めますということを発表しています。ということで、中国側との対立が非常に強まっているといえますね、うん、かなり大きな決断ですよね、だってもう大会丸ごとキャンセルするってことですもんね。その通りりりですあのやはりその経済的なつななつがりが弱いならば こうやって中国に対して強い態度を取れるっていうところは考えられるかもしれないけれども、経済的に非常に大きな市場として中国をグリップしたわけですよね。 もう今回そこを失うないしはこう大幅に後退するということになってもこういう決断をしたということはですね非常にこれはあの画期的な出来事だと思いますうん、うん、今まで結構その中国に関わってきた日本を含む海外の企業ってやっぱりこう政治は政治ビジネスはビジネスみたいな人権問題とかあるのは分かるけどまずはビジネスしっかりやらないとねっていうところが、まあ、常識というかあの慣例としてあったと思うんですけど今回はその常識にある意味逆行するような。 あのアクションだと思ってます、はいまああの今日も少し前のニュースであの報道されましたけれどこれに対して中国の外務省の報道官はスポーツを政治問題化する行為だと反発していますが WTA がこの中国でのトーナメントを中止することで,何でしょうそのテニス業界の中でこう派閥争いとか何かそのトラブルが今後出るような懸念はあるんでしょうか。 まあその WTA のですねあの運営が今後でどうなってくるかというのはちょっと注視する必要があるんですけれども、実際に選手の方からは、あのツイッターであの、ウェアイズ・プロシュワイっていうあの,あのホウ・スイさんはどこっていうハッシュタグがあのすごくバイラル、広がったと思うんですけど、大阪なおみさんとかセレナ・ウィリアムさんとか、ですね選手もですね非常にこれはあのスポーツ選手の人権だということで、あのご自身に非常に身近なテーマだということで、声を上げているというのが特徴だと思います。 まあ心配事なんですけれどこういったその国際社会の圧力で中国があすいませんでしたそうですねってなるのはちょっと考えられないんですよね逆にもっともっと規制が厳しくなったりするんじゃないかなって思うんですけれど。 これはもうその中国と人権をめぐる中で結構永遠のテーマと化している部分です。あのまあこの人権、まあ今回その彭帥さんの問題っていうのはある種中国国内で起こっているまあ人権問題じゃないかっていうふうに捉えられると思うんですね。そうすると例えば香港の問題であったりとか、まあ、新疆ウイグル治区の問題等々いろんな人権問題をまあもちろん中国だけじゃなくて世界中の国が抱えてますけど中国の場合はそういうものを抱えているというふうに言えると思うんですけどどうやれば 中国にアクションを変ええてててもらううかかっっいいのは実は実まだ答えが分かってななわけなんですね例えばその国によっては経済制裁をやろうって言って実際に起こした例もあります。だけどそれで本当に人権問題が改善したかは分からない。じゃあ対話と協調だっていう方法もあるかもしれないけどじゃあその対話の先に。 いつそれは変わるんですか今、虐げられている人はどうなんですかというところで答えが分かってないということで来年2月に開催される北京オリンピックまでもいろいろな話が出てくると思いますけれど、まあ、これはちょっとね、まあ、スポーツと政治の関わりは今ではもう切っては切れないことかもしれませんね。 そうですね、まあ、あの、東京オリンピックの時も、やっぱり国民の、まあ、バッハ会長とかの、いろいろ発言にですね、うん、日本国民を。結構、疑問というか、ひほあの、批判が上がったということもあると思います。特に、今回、I. O. C. の対応に、すごく批判が集まっておりまして。あの、十一月21日ですね、あの、もう、本当、日本でも有名なバッハ会長が。このホウスイさん本人とですね、あの、ビデオ通話したというふうに、お話になってるんですね。はい、で、そこでホ、ホウスイさんがビデオ通話の中で、あ、私は北京の自宅にいますと。で、安全で、もう、everything fine、もう、すべてが順調。 ですというふうにお話になっています。で、これもねちょうどあの先ほど IOC が発表したんですけど、昨日実は2度目のビデオ通話を IOC とスタッフが行っていたというふうに発表しまして、はい、でまた改めてま安全で元気ですよということを再び確認しましたっていう声明が出ているんですね。ま中国としては IOC っていう中国政府とは関係のない外部外部の権威ある存在に。 スイさんの無事を認めてもらいたいという思惑は当然あると思いますけれども IOC に対してやっぱり国際社会から今度は批判が上がってまして。 もう中国の政治的宣伝にこれは加担してるんじゃないかっていうところが人権団体から上ががっていいまますす、はい、ありがとうございます、まあ、今後も、えー、見守りたい、えー、案件ですが他にもねちょっとお聞きしたいんですけど高橋さん、今世界中で話題になっている新型コロナウイルスの変異株オミクロン株、はい、これに関しては中国ではどんな反応が見られていますか。 はい、あの一応です、ね、その中国の発表では、中国の本土ではオミクロン株はまだ、えっと、出てないという発表なんですね、香港ではあの4例出てるという発表がされてるんですけれども、ただ、注目なのが、今、日本で話題になっているのが、あの海外からの入国規制をすごく日本が強くしたということで、まあ、話題になっていると思うんですね。で結構、日本でも賛否両論というか、やるべきだとか、いやこれはどうなんだって、いろんな声が上がってると思います。うん、中国もまあ一部でですけれども、この日本とか、あるいは他の国が、こういう厳しいシャットダウンっていう。 対応したことにすごく注目が集まってまして。はい、簡単に言ってしまうと、政治的に自信を強めるきっかけにしてるんですね。政治的に自信を強めるきっかけ。はい。はい。あの中国って、ずっと言ってしまえば、ゼロコロナをやってきたんですよ。あ、あの目標として。目標として。感染者が一人見つかったら、その地域の人、すぐ隔離、あ,<ー>あるいは。検査。はい、もうなんだったら、その地区の住民、はい、何万人、十何万人、全員すぐ検査みたいなことをやって。もうコロナを。を パワフルに抑え込むということをやってきたわけですねや、はい、もう私たちよく分かってますけれども、日本とかアメリカとか、ウィズコロナですよね、治療薬の改革急ぎながらワクチン接種率を上げていくと、ウイルスと共存しながら経済活動を再開していくというところを取ってきたんですけども、はい、中国って、まあ、これあの、田中信彦先生という専門家の方も指摘なさっていることなんですけど、これをそのゼロコロナやっている中国、あとウィズコロナで失敗した西側の国々。 ということは、ゼロコロナ成功している中国、やっぱ共産党の指導って偉大だよね、私たちすごいっていう、なんか政治体制の優劣と結びつける言説が出てきてるんですねね、うん、なるほど、ねはい、そうすると、うん、オミクロン株で世界がまたゼロコロナの方に動き始めると、中国としては世界がようやく俺たちを認めた、俺たちに追いついてきたっていう言説になるんじゃないかということが指摘されていますなるほど、その言説は中国国内での政治の。 まあ、パワーアップと言いますか、あのイメージアップにはなるってことですよね。おっしゃるとおりです、うん、基本的にはこのコロナ対策なんか、本当にあの代表なんですけれども、これ、いわゆるチャイナウォッチャー、中国を見てる人たちの間で指摘されているのが、中国は今、その世論誘導をし、えー、仕事してるんだっていうふうに言われてるんですね、はい、どういう世論誘導かっていうと、まあ、簡単に言うと、やっぱ共産党っていいよねっていうふうに言いきたいんですよ。うん アメリカととかか日本とか民主主義がありますでも民主主義って万能のものじゃなくて、うん、共産党一党支配の国だけれどもやっぱそれって正しいんだよねっていう方向に世論をどん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 もっと持って,こって,い,っていこうっていうふうにやっていこうということがまあ指摘されているわけですそう,まあそうなった時にコロナなんかはすごいなんかいいリトマス試験紙として扱われている部分がありましてゼロコロナを進めたのは中国共産党だからやっぱり中国を、えー 指導,する指導するリーダーっいうのは中国共産党だよねっていうところにある意味着地しようとしてるんじゃないかなと見てますなるほどね,かといってねないもう これこの例が成功例で正解例ですというのも一概には言えないところもありますね、もちろんね、例えばまあすごい極端な例を言えば、アメリカのように、アメリカやまあフランスのように、あの個人の自由が何よりも優先されるべきだというところで、マスクをしない自由というのが認められているわけで、でそこでこうどん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 感染者数がまあ収まらない。 というのそういう極端な例と比べると、あ確かにど,どっちがいいんだろうって、ちょっとね、迷う気持ちは、まあ、あったりもしますね、私は。確かにそうですね <laughs>、うんあの、中国としては実はここにジレンマを抱えてまして、もうだから国内、国民に言っちゃってるわけですよ、ゼロコロナをやってる中国共産党すげえってこと言っちゃってるんで。 そうすると、今さら、やっぱり変異株の感染力が強いので、水コロナに戻れますということを、おいそれと言い出せない、メンツの問題もあって、はい、という問題があります。実際に中国ですごく有名な感染症の専門家の方がいらっしゃるんですけど、デルタ株が流行っている時に、一回提案したんですよ。あの中国すごいんだよ、すごいんだけど、ちょっとこれから水コロナに転換することを考えた方がいいす,すごい遠慮がちな文章なんですよ。出したんですけど、ものすごい批判にあいました。あれ そということで、中国としてはまあゼロコロナをやり続けるしかないという、ある意味、ジレマにはままっていいるという見方もできますうん、まあ、ニュージーランドも、ね、ゼ,ロのゼロコロナをもあの、まあ、ずっと貫いてきたんだけれど、まあ、ここ最近で、ね、ようやくそれはもうでき,ませんで,できなくなってしまいましたということになっていますけど、まあ、それに関して、ね、まあ、アーダーン首相もそれなりに国民から批判を受けていますが、まあ、こういった感染症対策は本当にまだまだ、ね、長引きそうですので。 まあ、いろんな国のいろんな事例を見ながら、ね、なんとか生き延びたいなと思います。 はい、はい、そうですね、もう本当、勝ち負け優劣ではなくて、うんあの、全人類が力を合わせていく話題だと思いますので、なるべくこう政治体制のレースとは一体化してほしくないというのは、個人的な考えです、ね、そうですね、はい、はいえー、ここまでのニュースコーリングは、ハフポスト日本版中国担当記者の高橋文也さんに、えー、とても分かりやすい解説をいただきままししたた高橋さんどうううもあありりががととごござざいいました。 続いてお送りするのは、クリープハイプ、ナイトオンザプラネット。 はい。お送りしたのはクリープハイプナイトオンザプラネット明日のカレッジキニマンス塚本ニキですこの後も皆さんからのメールお待ちしておりますさてこの後は家族で考えようリビングウィルをお送りしますテーマは尊厳死5週にわたって有識者の方のお話を伺います 尊厳死については日本だけでなく世界中で様々な議論があり病気療養中の方や介護中の方など立場によっても様々な意見があると思います、まあ、この課題について考える上で一つの意見として皆さんに考えるきっかけにしていただければと思いますまた明日のカレッジの中でも今後尊厳死はじっくり学んでいきたいテーマです 公益財団法人日本尊厳死協会プレゼンツ家族で考えようリビングウィル皆さんこんばんは安藤弘樹です今回の学びはリビングウィルです今夜のお客様は先週に続いて今年公開された映画 痛くない死に方の原作を書かれた医師で長尾クリニック院長、公益財団法人日本尊厳死協会副理事長の長尾和弘さんをお迎えしました。よろしくお願いします。はい、こんばんは長尾和弘です。よろしくお願いします。はい、さあリビングウィル先週のお話では11月はリビングウィルをアピールする月、まあアピールする月間だったということですよね。そうです。あの世界中の人々がリビングウィル、はい を、えーまあ、啓発する、えー、次だったわけですねそして日本では11月30日が、はいえー、厚生労働省が定めた人生会議の日いい見取りの日ということで、はいまあ、週末期医療を考えようという、まあ、そういう日だったんですね、はい、前回もお話し,しましたがリビングウィルとは何でしょうか、はい、まあこれ日本語で言うと命の遺言状とも言われるんですけども あの生きてる間で、まあ、特に人生の最終段階において、まあ、いろんな医療の希望を文書で書いたものですね、はい、自分で書いたもの、はい、それをリビングウィルと呼んでます。はい、遺書っていうのはあの亡くなってからお金のこととかねいろんなことじゃなくて生きてる間に、はいえー、こういう医療を受けたい、はい、あるいはあの 延命治療は嫌だとかいうことを文書で書いたものをリビングウィルと呼びます、うん、なるほど実際長尾さんは在宅医療で多くの患者さんが自宅で亡くなるのを見取ってきたとといいううことでですすよねはい、そうですやはりがんの,の方認知症の方、うん、そして老衰の方あるいは神経難病の方、まあ、いろんな病気があるわけですけども、うん、まあ最後はお家で 穏やかに過ごしたいという方がたくさんいらっしゃいまして、はい、まあその受け皿として町医者として、えー、訪問看護師さんやケアマネさんと一緒になって、うん、え最後まで寄り添っているということなんですけどこれはあのお見取りということなんですけども、うん、在宅見取りはほぼまあ尊厳死であるというふうに考えていただいていいと思います。最後の日まで、まあ、直前までで直前 何かしら喋ったり、はい、あるいは何かしら口にしたり飲んだりね、それができるのが、えーまあ、在宅見取りのいいところですし、はいえー、尊厳死の場合は自然に枯れるというふうに表現してますけど、あのまだ8割の方が病院で最後を迎える、自宅で迎える方は1割、あるいは2割ということなんですけど、そういうふうに考えると、尊厳死ができる人は1割か2割ぐらいしかいない。 あのリビングルールをもっともっと啓発していかないといけないなと私は尊厳死協会の、えー、まあ役員としてそういうふうに考えてます。うん、あのしかもこう自宅で日本の前なくなると、いろんな面倒なことになるという<あ>。ここですかそうですね。まあそう自宅でなくなると警察沙汰になるんじゃないかというまあ誤解なんですけどね思ってられる方多いんですけど、はいえー、実はあの主治医がちゃんと在宅の主治医がいれば、えー、全然あの死ぬ瞬間に医者がそこにいなくても。 え全然大丈夫です実際、私、真夜中に亡くなってもあの電話は受けます、例えば夜中の3時に。はい、でも行くのは次の日の朝ですで、死亡診断書に書く時刻は呼吸が止まったであろう家族が言う、例えば午前3時、ことうに書きます。 その医,者医師や看護師がその死ぬ瞬間にいるわけじゃないそれでも大丈夫だという法律に基づいて行われているんですね。ねですから警察沙汰にならないはずなんですけども、はい、そういうことを知らないご家族あるいは近所の方が救急車を呼んでしまう、はい、で救急車はあ亡くなっている人を見たら警察に連絡しなきゃいけないことになっているんですね。ですから警察が来ると 事情集や現場検証が始ままってしまうだから在宅は怖いと思っている、まあ、これ誤解なんですけどねそういうことは全くありませんだから見取りの実績を、えー、のある在宅医にしっかりお願いをして、えー、おればいいし今あの携帯電話で訪問看護師あるいはお医者さんケアマネージャーさんと夜中でも連絡がつくようになってますのでそういったシステムを利用して在宅医療制度を利用して 自宅で尊厳死ができるっていうことなんですね。あの動物犬や猫のね、はい、まあ自宅で飼ってて自然に亡くなっていきますね。焼、はい、れて、はい、あれと同じようなことが人間でも可能なんですけども、見たことがない。お医者さんが多く、大病院にはやっぱりいらっしゃるんですね。まあ是非、あの在宅医療の現場にも来ていただいて、もちろんあの必要な緩和ケアは施しますけどね。はい、あの、そういう最後があるんだっていうことをぜひ知ってほしい。はい、でもその。 実現のためにはリビングウールを買いとけば尊厳死ができるんだっていうことです、はいはいまあ、じゃあ実際は病院で亡くなるよりも自宅で家族に見とられながら最後を迎えたいというような希望を持たれる方はいんですあそうですすそうねいろんな調査では、うんはい、6割か7割の日本人がやっぱ本当は家で死にたいだけど家族に迷惑をかけるから仕方なしにというか病院に入りますという方も多くいらっしゃいますよね。 でやっぱり家で、はい、亡くなりたいという希望を僕らはえてあげたいしで最近では一人暮らしの方もたくさんリビングウイルを書いて、えー、末期がんでも認知症でも一人暮らしでも、えー、家で普通に見とる僕,は僕,の僕たちはその普通の当たり前の日常を送ってますけどなかなか世の中には知られていません。んはい では実際中尾さんの中で今の日本の終末医療、うんはい、リビングウイルの状況をやはりあのこういう文書で意思,意思表示している方があの直近の調査でやっぱり3%ぐらいしかいないすなわち諸外国は、えーまあ、半分ぐらいの方がリビングかウイルを書いているでも日本では、まあまあ、3%ぐらいというふうに推定されていましてねで日本尊厳主教会は約10万人の方。 が書いてるんですけどこれでですす国民のね、うん、ですから、まあ、0.1%日本尊厳死協会以外、まあ、例えば自治体とか病院独自のリビング,グループもあるんですけどで、まあ、そういうのを含めて3%だけどこれもっと多くの方、うんえー、もう何やったら全員がね本当はリビング,グルー力書いてほしいなという願いがあるんですその普及啓発をする団体が日本尊厳死協会なんですね。 そ、はい、その少なさにも驚きまししたそうでしょうだからやっぱり日本人は死をタブー視してるしやっぱ意味嫌ってきただからそういう言葉に出したり文章を書くことはやっぱ苦手な民族なんですねで,でも死は必ず全員に訪れるだけどやっぱりみんなどこかで僕もそうかもしれません死は。 なんか他人事のような気がして自分事として考えにくいでも最近ではやっぱり多死社会年々亡くなる方が増えている中でまあ昔は76年前戦争っていうのがありましたでもその後平和な時代が今も続いててあんまり死を意識してこなかったこのコロナ禍でまあたくさんの方がお亡くなりになってそれでやっぱりもしかしたら俺も死ぬかもしれないと思った方がたくさんいると思いますねだからまあぜひこういうい まあ時期というかね、まあ、そういうきっかけであのリビングウィルというものを考えていただきたいなというふうに思います、はい、あのいわゆる遺言とは違ってその最後の迎え方というのが皆さんもそれを誤解されないようにご自分の意思を、ね、ぜひ皆さんもリビングウィルについて考えてみてはいかがでしょうかさあ今回は医師の長尾和弘さんにリビングウィルと尊厳死についてお話を伺いました2週にわたってありがとうございました、はい、ありがとうございました。 明日のカレッジ、明日のカレッジ、明日のカレッジ、あしのコレジ、今週の TBS ラジオ推薦曲、吉田山田、それでも。 今週の TBS ラジオ推薦局、吉田山田で、それでもでした。さて、えー、ここで リスナーのチャリンコサトさんとお電話がつながっているそうです早速声かけてみましょうチャリンコサトさんはいこんばんはこんばんはんよろしくお願いしますよろしくお願いしますあの、はい、いつもメールを送ってくださってありがとうございます いいえ、とんでもないです。はい、あの佐藤さんとお呼びしてもよろしいですか。あ、はい、大丈夫です。佐藤さんは、あのお住まいどちらですか。あ、えっと横浜です。横浜で。はい。お仕事とか何かされていらっしゃいます。えっと自営業ですね。はい、自営業。はい。どんな、お、あの自営業でしか、もう差し支えなければ。えっと、し主に小学生なんですけれども。はい。あの、そろばんを教えてます。あ、そろばんの先生なんですね。 私、そろばん、一切触ったことがないんですよ、実は。いや、あのまあ、ちょっとねあの、アメリカンスクールからニュージーランドに行っちゃったっていう経歴なんで、そろばんに触れる機会がなかったんですよ、ね、ああ、そうですか、うん、でも、全然大人の方でも、今からでも大丈夫ですよ <laughs> 大,人に大人でそろばんを一から学ぶと、何かあのどういった、なんでしょう。 メリットというか、<あ>いいことがありますか。やっぱ、あの、指を動かすので、はい、あの、お年寄りの方とかも、あの、なんですかね。えっと、老化防止というかの、のを<あ>刺激するので。はい,はい、はい。うん、あの、お年寄りの方とか、皆さんやってる方もいらっしゃいますよ。へえ。 け計算、暗算も早くなったりしますね、当然。あそうですねでもそれにはかなりあの訓練しないと、なかなか難しいので、そそうそうなんだ <laughs> そうですね最近の小学生も、そろばん、<の>もうしっかりやってるんです、ね、あいやあの、やってる子も多いですね、でもなかなかやっぱりまだ、あのなんですかね、英語とか、スイミングとか。 やっぱそういうのを習ってる子の方が多かったりあと音楽とか多いので、はい、なかなか。 難しいですねいやーでもそろばんはねなんかうちの実はね明日のカレッジのプロデューサーもあの学生時代そろばんチャンピオンだったって話を聞いたことがあるんですけれどもそうなんですよそうあの何がすごいのか私正直私よく分かってないんですけどあのどう素人なんでねでもそうなんですよあのうちは,はいあの元そろばんチャンピオンのプロデューサーが実はいたりします。ちなみにあのチャリンコ里さん今日の放送あの昭和の の冬歌トップ5、いかがでしたか面白かったですね、なんかあのやっぱり私の年でも分かって、なんでか知ってる曲がなかなかなかったんですけれども、あのスクールメイクさんが歌って、あのトワイモラさんの歌ってるっていうのを聞いて、はい、あ歌ってたんだなとかって、虹と雪のバラード、あれもまたなかなか変化球があったりして、えー、面白かったですね。<laughs> そうですねなんか 日型雰囲気で聴けて面白かったですね。ちなみに佐藤さんの個人的ベスト昭和冬歌っていうのは何かありますか？えっと私が挙げたのは太田博美さんのあのシベリアタラバシベリア鉄道。あわかりますか。はあ、いっとねああでちょっと YouTube で聞いてみますね。<laughs> そうですか。なんかあの大田博美さんってすごい清楚の清掃な感じがイメージがあるんですけれども。うん うん、なんかその歌はすごいちょっとかっこいい感じがしてカラオケとかで歌ったりします、ね、あそうなかなか, <laughs> ちょっと分,か分かる人とかがあんまりい,ないので <laughs> <laughs> 難しいですよね、そのカラオケの選曲するのがちょっと難しいんですけれども、ね、あの会社員の時は上司がいたんでそういうのを歌って。 <laughs> なるほどね。上上の世代の方がね。<laughs> ねまあ、もしくは。 あの半田健人さんみたいなあの30代の方でも喜んでくれるかもしれません、ねええ、<laughs> 半田さん、半田さんのような人ってあまり見かけないから、探す方が大変かも私と1歳しか年違わないんですよね、よね半田さんって。うよ,ね、もうよく忘れちゃうんです,んです、ね、けれども、うん、私は私あの、半田さんの話聞いてて、この人、いったいいくつなんだろうって、すごい検索しちゃったんですけれども。はい素敵な方です、<laughs> ぜひフォローして、えーはい、ください。 はいわ、はい、かりましたじゃリンクサトさんあの、今後明日のカレッジでなんかこんなテーマを取り上げてほしいとか,<っ>なんか気になってるる、ね、トピックとか何か最後にありますか、えー そうですねでもあのー、やっぱ私こういう仕事してるんで結構子供に関していろんな情報とかあったらいいなみたいなことはありますねあはいじゃあ子供とかね、はい、教育子育て、ね、そのあたりのこともね,ねいろいろちょっと考えていきたいなと思います,す、ね、はい、はい、今日お電話どうもありがとうございましたはいありがとうございましたはいまたこれからもよろしくお願いします、はい、ステッカーをお送りしますね、はい、ありがとうございますはい失礼します、はい キニマンス、塚本二木が赤坂 TBS ラジオのスタジオからお送りしてきました、明日のカレッジ、クローズのお時間です。明日は、えー、今日5本がついに発売されました、TBS ラジオ公式読本、もう買ったよーと方もいるかもしれません。武田砂鉄さんご担当の、金曜、明日のカレッジ。えー、TBS ラジオ、バナナムーンゴールドでもおなじみの放送作家、大倉さんをお迎えして、新庄、 自意識とコメディの日々について伺うそうそですぜひ明日もご参加ください、えー、この後で YouTube の方でねアフタートークしますのでお時間ある方はそちらでお会いしましょうそれでは明日のカレッジ今日のクロージングはこちらです私が大好きなスティング「The Hounds of Winter」 来週月曜日またここでお会いしましょう See you next Monday Keep warm, stay safe Bye bye 最後までお付き合いいただきありがとうございました今日はね久しぶりの半田健人さんご登場で、えー、8月ぶりのはい、えー、昭和の ね、季節歌ベストですからね、はい、まあ前回は夏歌ベスト10でうるさボリューム切ってなかったよ <laughs> 毎回やるよこれ <laughs> いいん、ね、なんかねいやいいんですよもう、まあ、これがね<っ>わざとだと思う違うわざとじゃないのそんなあざといことします、ね、あざとせん私そんな器用じゃないです私本当にもう。そうですね あ、はい、あのののさんの話ねはいあの前回はね、そのあのあ8月に昭和の夏うたベスト10をご紹介していただきまして、その後であの赤坂の街中をうろうろと夜中に徘徊されてたそうですけど、ね、そんな裏話出ましたね。でもわかります、赤坂は確かにね、いろんな時代のいろんな建造物がこうごっちゃになっている、とてもこう。は 潜潜れば潜るもう、陣、ね、球が、ね、合わさってるような感じしますよね、ミックスしてるというか、そう,そうなん私、すよ。うん、私今日実はあのー、ちょっと、あのー、以前、お世話になった方とちょっとお食事をしてからここに来たんですけれども、はい、六本木ミッドタウンから歩いてきたんですよ、はい、あっという間に着いちゃった、もう20分もかからなかったです、歩いて。あら そうあらってあらなに<ら>わざとらしいですね <laughs>。いやこのあの,あの赤坂って本当にもういつも電車でしか来てないんですけど六本木と赤坂ってこんな近いんいや近いですね。もうご近所じゃん。半蔵門も近いですし。ね、す私もしねもし六本木のマンションにこう暮らすようなことがあったら歩いてきちゃう。いつも歩き歩いてきちゃいますよ。 そ,いいそれかハイヤーか,いいかハイヤーかあのお散歩かハイ,ハイヤーで来るかもしれないし<笑><笑>、まあ、六本木のオークションからね <laughs> ちょっとハイヤーで行くかもしれませんけれどそれかあのお散歩かてら来るかもしれませんけどそんな時代もねあるかもしれませんね皆さんからいろいろお便り来てましたまあちょっとねあの全部は紹介できませんでしたけれど昭和の冬うたといえば というのをねい、いろいろいただきました「たしたね、スタエレさんはみんなの歌の北風小僧の勘太郎」いいね,いいねそこかそこはちょっとねあの素晴らしい盲点でしたねピューンピューンといううらさびしい響きがここを感じさせて潔いおー確かに私も子どもの頃見てました NHK「冬でござんすヒらららららルんって結構かかってたなうん、子供の頃はね、みんなの歌,みんなの歌よく見つめさ大好きでした、えー、ノルウェーのサバさん冬ソングはオフコースのさよならでしょうかあ忘れてたそれもいい歌だ <laughs> はいそれもねあのいつかどっかで書きましょうあの、エンディングとかでそうですねはい、ね、オフコース大好き ほか、えー、にも、ね、ど,んなどんな冬歌が来てるかな、えー、っとアナカイバンドチューチュートレイン <laughs> ズさよならオフコース名残,名残雪いるかちょっと海ね昭和じゃないのもちょっと混ざってる気がするけどな <laughs> えっとあとはどんなのがあるかなバスストップ聞きたい。 バスストップは知らないな、えー。タイガース落ち葉の物語が大好きです。皆さん詳しいですね。もしかして、あの世代の方々ですか。<laughs> そううですか <laughs> <laughs> 私昭和六十年なのでギリギリちょっとね、あのあんまり。ちょっとこう昭和を知らないので、ちょっと申し訳ないんですが。ええー、と、冬のリビエラ。でも、これで本当にね、後からちょっとじっくり追って。そうで、そうです,そうですね。ねあの、スポディファイとかで聞きたいな。 所さんの組曲「冬の情景」なんてのもあるし久保田沙紀さんの「気境は冬の乾いた空気を感じます」異法人,人しか知られてないのか残念異法人は知ってますけど気境もちょっと気になるな聞いてみようなあとねまあそのねダサあの ダサさ,さとかっこよさのそう、ね、う本当にもう絶妙な境界線ねそうでも何でしょうダサいのがかっこいいダサかっこいいそういうのもありますよねありますよね、はい、なんかなそこまでこう思い切れるのって逆にかっこいいなんかこう世間一般的なトレンドと全く逆の方向いってるんだけれど、はい、そこまでなんだろうある意味自信じゃないですか。うんうんうん なんか自分のルールで自分の美意識でやってるってそれやっぱかっこいいですよかっこいいですよね,、うん、ねあの真ねしたいかどうかは別としてね生き方としてうかねその人にしかできないダサさ、うん、かっこいいえー、あとあとねあとどうなんだろう、えー「サザンの曲は夏に出会い秋に別れる」<laughs> ジョージ・ワシントンさんが言ってる <laughs> そうなの短いな <laughs> ええー、けんけんさんは、あのー、てか、あの、い、あら、改めまして、放送作家のけんけんさんですが。はい、よろしくお願いします。はい、えー、放送作家のけんけんさんは、昭和の冬たとで言えば、何か浮かびますか。なんですかね、いろいろ考えたんですけど、でも、パッとやっぱ出てきたのは、うん。結構多かったんですけど。はい、津軽海峡冬景色もそうですし。わかります。うん、うん、あのー、サビのとこだけ。はい。 でもね半田さんねまあなんか青森の何でしたっけご当地ソングあ,ごあ,れあれは冬ソングというよりご当地ソング,ソングに入ってるって,言ってなるほど、うん、確かにご当地ソングもいっぱいあるご当地昭和のご当地ソングで逆に言えば昭和以降ご当地ソングってあんまないでいやでもラップとかでもありますよああ<ー>そうやねとかだ <laughs> よねの改造ですね小,小なんかか書く<各> <laughs> 言葉になってたりとか、うん あとはあの花輪さんのサガとか,とか、ね、とか <laughs> そうでも最近私私の世代でなんかどこどこピンポイントでね、まあその東京はね、まあ東京に関する曲はもうそれこそもう山ほどありますけど、まあ、今度なんか東京セ、レクト確かにそれでもいいかもしれない東京ソングのセレクトとかいいかもしれませんね。まあでも一応ネットもしてますけどね。そうですね、うんうんね、なんかタイトルに東京って入ってる曲 日本だけじゃなくてあの海洋楽でもあ、まあ、タイトルじゃないけれどどこ,どこかしらでこう「t o k i って <laughs> なん<か>「TOKIO」<laughs> ってちょっとこうなんかぶち込んでる俺はもうヒップホップで成功して <laughs> もうパリス、スロンドンから「東京 k i までもうツアーしまくってるぜみたいな感じであ光栄です <laughs> あのあのわざわざそこ入れていただいてあ他にもいっぱい行ってるでしょうにね。<laughs> はいあの 東京まで行っちゃったぜ、俺っていうの、あ、光栄です。でちょっとありますね。ありますよね。で、のミュージックビデオで、こう、渋谷スクランブル交差点をね、やたらこう、バーンって映すような。の、ありますし。えー、えー、と、北の宿から、というのが来ています。えー、あ、ご当地ソングといえば、伊勢崎町ブルース。 あ、これ聞いたことあるかな。か私昔伊勢崎町近くに住んでたことあるんですけど。ニさんいろんなとこ住んでますね <laughs>、まあ。昨日もなんか言ってませんでしたけど、どっかどこ。昨日はあのー、ちょっとマスクケースになるようなちょっとポーチをね、あの送ってくださったビッグジャンボさんの封筒に書いてあったあのー、差出人住所をチラッと見たら、あ、多分ここ <laughs> 私2013、14年頃住んでたところから、多分歩いて 20分ぐらいのレストすごいピンポイントで行ってたんですけれどそうですねまあでも主に東京とあとまあ横浜その伊勢崎町日の出町あたりちらっと住んであとまあ福島に一番最初に日本に戻ってきた時は福島の,あのブリティッシュヒルズっていう山奥にあるあのまあイギリスをイメージしたリゾートホテルで。 住いやあのねあのそこで英語の、まあ、イングリッシュレッスンを受けなったりカルチャーレッスンをしたりであとそのなんかもう完全にもうハリー・ポッターかっていう感じの、うん、もうブリティッシュなあのどでかいねお屋敷の中で、まあ、滞在するんですけれど私はそこの大食堂でちょっとこういう蝶ネクタイして。 こうお皿片付けたりビュッフェの準備したり配膳したりたまにちょっとこうあの、えっと、お,おしゃれなちょっとこうハ,イハイクラスなディナーがある時はこ,うこ,こ,ここに皿ここに皿でここに皿ってねこ,こんな感じで、えー、ガクガクブルブルしながら3枚。パリーンってしたことない んないと思いますあったとしたらもう記憶から抹消してます <laughs> あったかもしれないでもお前3枚じゃなくて4枚運べって先輩に怒られたんですけどいや4枚はさすがに無理っていうここにねこ,ここに、まあ、これお皿のつもりでワン,ワンここにワンでここにツーあごめんなさいマイクにぶつかってるこ,こういうふうに運べっていうーー無理だろうって え、それ両手でいくんですか、そしたら六個ってことですか。六、六皿。ま右手に一枚、左手に三枚。なんで右手に一枚だけなんですか。あ、お。まず、まず、まず、そうして、そのままスーパー、ぱぱっていって確かに、そうか。まあ、そんなことをね、あの福島の、あの白川郷で鍛えられたこともありますが。そうですね。 えー、ジョン・ロビンソンの東京ゴーもご当地ソングになるのかな知らない曲がいっぱい出てくるなちょっとこれは全部、ね、まとめてスポティファイで検索してみますいい時代になりましたね <laughs> いい時代になりました、まあ、でもねでもまあ便利な時代ですけど私、あのー、今あのプレイヤーがないんですよ <あ> <CD> メディアハードとしてディスクプレイヤーが今なくてあその、ね、タブレットとか、はい、あのパソコンについてなくてでなのになぜかレコードは飾ってるっていうレコードでもデザーリングがいいじゃないですかそうあとなんか大きさ的にもね、うん、なんかこうちょうどこういいんですよでも今は本当にもうスポティファイとか YouTube とかでもう一曲聴いて、はい、なんならもうなんか あの好きなところに飛ばしてちょっと聞いてああこんな感じね次みたいなそういうのもできましあれがちょっとねあの自分でやりながらよくないよなって思ってるんだけど急いでるから次 <laughs> やっちゃうんですよアルバムを1枚ねこう最初から最後までじっくり聴くってケンケンさんなんでねあの以前リモート会議であの背景をちらっと 見たらものすごい数の CD が背景にありましたけどあれ全部聴いてるんですかいいいいいや、てなのもっぱありますあなるほどお仕事で何かこうゲットしたものとかではいとりあえず「つんどく」なんていうんだ「つんどく」じゃんって「つんちょう」なんていうんでしょうなんつんすかねでも資料ではあるんで調べる時とかにあの時のアーティスト撮れたろうって調べたりとか。 選曲する時とかにも、あ,あ、ここから選ぼうとか。あ,あ、じゃ、あもう。アーカイブです、ね。そう,そうそう、図書館みたいな、ね。自宅が、あー、自宅が図書館。半分、はい、そんな感じ。自宅が資料室。はい。すごいなあ。あの後ろ、壁ある、さらに後ろにまだ、いいっぱあるんですからね。え。紙袋が、もう、葉っぱ、八袋ぐらいてて、全部そこまたシテ入ってるんで。うわ、え、じゃ、あ見つけるの、大変でしょう。いでも、なんとなく、ここに、これが入ってるって、はい、ちょっあるん、ね、でベスト版はここにみたいな。<laughs> 必要なな掘ってて探してみたいな床抜けません大丈夫ですかいやでもねターンテーブルの方の方はレコードの方なんですけどやっぱりレコード重たくてあやっぱりそのちも積もればってやつで、はい、下のゴムパッキンのゴロゴロがあるんですけど、はい、あれがもうパキッて割れちゃってたぶんフローリングもちょっとへこんでますね重たすぎてええー、そういうのもちょっと私迷うんですよねなるべく物を減らそうとしていたい方なんで。はい だからこう、少しね、あの本当に好きなものとかは。そうですね。飾ったり、聞いたりね、あの触ったり、したいけど。まあ、これ聞かないなっていうのはね。そうなんですよ。あとは、まあ、あの焼いて、データにしたりね。はい。でも、そういうのが当たり前になっているからこそ、たまにこう、レコードかけたり。あの C. D. をね、こういそいそと、こうパッケージから開けて、ちょっとこう。 あのジャケットねみんなその間の音とか見ながらね,た,でねでただもうプレイしてでこう聞くみたいなそうななんかちょっと動なんか手動かしたりしてレコードなんてまさに針も置かなきゃいけないじゃないですかそうそう,そうで,でどこの置く,、ね、置くとこも最初からみたいななんかもう体験として完成されてるんですよね昔のやつ、ね、プロセスがねありますからねそう今は本当にもう作業のようにこう聞いてる、うん、でもそれでもねあのたまにこう Spotify とかで <laughs> あの、まあ、そのプレイヤーがないので今もうスポティファイとか、にもう、もう立派なですけど。<laughs> そう、アルバム、あのアルバム聞きたいなって思ったら、もうアルバムそのままかけたりしてますけれど。そうですね。まあ、なんか今日はね、その冬歌、まあふ、昭和の冬曲ということで。あのー、まあ、これからね、どんどん寒くなっていくわけだから。ちょっとこう、なんでしょう、冬の準備 <laughs>。のね。そうですね。 曲から入る冬のね,ね感じもありますし意外とね、なんかこう、なんか、北風、ヒルみたいなものばかりかと思ったら、全然そのまま、ね、真逆を言ってくださってね、ししねちょっと逆にもう、熱くなってきました。はい、で、あとね、あの今日あのストーバルさんのメールをあの冒頭でご紹介しましたけれど、ね、はい、あの、推進が来ました。 はいぬか漬け、30年以上のね、えー、ぬか床をご,30<年>ご,ご自宅に置いてあるそうです、ですね、本当に主か、ぬか床の主か <laughs> <laughs> でそれでまあこの手を入れれば手に油が残るぐらい、ねっちょりコーティングされるっていうのもね、なんか不思議な。 お話だったんですけれどえぬか漬けの雑学として毎日かき回すと手に油がコーティングされ綺麗になるしぬか漬けの乳酸菌で腸内フローラが育ちます野菜なら大根人参キャベツセロリなどなど大概おかずになりますやっぱそこがうんそこでちょっとまずスタートしてみますであとあのうちのスタッフ君はあはアボカドなんかも入れてるって言ってました アボカドは皮のまま丸ごとポン、ね、丸ごと入れてって言ってましたよね。でで一<で>、ね、週間ぐらい置くんですかって聞いたら、いやもう全然に一日二日でいいっ,って言ってましたね。えー、っとアボカドの皮を浸透してるわけですね。ねあの貫通するんですかそのぬぬかのエネルギーが、ねね、どうどうなんだろうでもだどっかのどっかのお通しでアボカドのぬか漬け出たことあお通しでなかったかもしれないけれどそんなのもなんか食べたことありお通しでアボカドの ぬか漬けいやそんなそんな贅沢なもんじゃない多分多分注文が六本木に住んでるだけだ <laughs> <laughs> まだ住んでませんまだ六本木には住んでません <laughs> いや多分あのメニューで注文したと思いますけれどいや美味しいソースです、ね、そあ川内弘さんいつもまゆみさんの恋人ヨガ好きあ私も私も大好きですえでもあれ恋人あそっかまああのマラソン人が駆け駆け回るうんじゃあ <laughs> <laughs> えっとあれですよねあの そうだ恋人よも冬のただそうあとはあのー、これ多分放送中に行ったけどあの狩、ー、人のあずさに号も言ってましたななんか<れ>なんかか放送中言いましたっけ言ったっけな行った打ち合わせじゃないですかあれ言わなかったっけ狩人のあずさに号も私は私はあなたから旅立ちますってなんかもう吹雪いてる中でこう列車がこプシャーって感じなのかな,なんかか、ね、吹雪の中でねってイメージです 横浜のソラニキさんぬか床始められる前に賞味期限を見てくださいぬか床は生きていますのでえっとね買ったの未開封のままだとさてどうなんでしょうか、ね、どうあ開けるの怖くなってきたまあでもやってみましょう実験です、ね、ちょっとね、はい、あのとりあえずちょっと匂い嗅いで、はい、匂い変わるんですかね元の辺りで匂いわかんないじゃないですか、うん とりあえず、ちょっと手を洗って。石鹸はつけない方がいいですよね。金なんでね。うん、ね、あの、特に殺菌のやつが入ってたら、良くないかもしれない、ね。じゃ、あ水だけで、きれ、まあ、丁寧に洗って。そうね、乾かわ。汚れ取ってで、はい、一回手突っ込んで。かき混ぜて、ぜてで、大根。大根、丸ごっ。丸ごと切ってください。き、き、切る。<laughs> ある程度の長さ。ある程度。はい、ある。 でもこうこうそんなに一口じゃなくても長くあ長くたくあんぐらいなはいたくあんみたいな感じのサイズでポンにんじんもきゅうりでもいいですし皮は剥いたほうがいいんですかねそうです食べるそれもう出した時に洗ってパパって切って食えるようにしといたほうがいいのでじゃあ皮剥いてポンあとあとなんだっけあとセロリセロリセロリ面白そう食べてみたいぬか床冷蔵庫にいっとけば割と大丈夫ですよあれ二木さんの中か床どん入ってましたっけ 戸棚の中です。戸棚のなまあ寒いか今寒いから。でも夏超えてますからね。<laughs> そうですね一年間一 <laughs> 年超えてますか。常温放置してますから、はいえー、今うちにナス、え、ね、冷蔵庫にナスがあるんでとりあえずナスからスタートしてみようかな。あナス美味しそうですね。人参もあるかもしれません。漬物とかすげえ好きです、ね。白菜もあるかもしれない。白菜もいいじゃないですか。はい。ですねあすごいどん,どん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 来るなあの昭和冬たが。 いいなこれ、えー、ちょっとまたこれやりましょうねこの企画まあでも次来たらもう春のタイミングですからねでも春の昭和ソング絶対いいですよそれかなんかこうギリギリこう3月ぐらいに来ていただいてあの冬から春へ桜 桜桜ははもういや桜は定番すぎるんですよすよみません偉、偉そうに言っちゃいますけど、いや、桜はもう、いや、わかるよ、桜は綺麗だよ、卒業シーンもありますよ、だからそれも定番なんですよ、れあそ,それも、そうなんあの,あ,のあれですね、昇魂臭い <laughs> 春ソングじゃないものも好きです。 つまりそのこの時期にこの曲を出せば売れるだろうっていうなんか混沌見え見えなのじゃない B 面の春だー面、ね、はい。あとまあなんでしょうねあの、まあ、あ,あともう一つまでしたあの私が好きなえっ、ー、と昭和の冬歌ハッピーエンド春よ来い」あハッピーエンドはい、はい、あのお正月が来れば

確かに年末でお,お正月ソングかお正月ソングまあね元日ではないですけれどぎりぎり手前かな手前にかけようかな大晦日ソングみたいな大晦日ソング大工とかですか、ね、大工そうですまあちょっともう本当にいい曲はもうたくさんありますのでねもうキがないのでまあここら辺で ね、皆さんのね、お便りもメッセージも一体いっぱいいただきました。ありがとうございました。ということで、えー、明日は佐哲さんの金曜日で、はい、あババババ。バナナマンゴールドのね。バナナマンバナナマンゴールドの放送作家の大倉さんがいらっしゃいます。ちょっともう紙、はい、がもうなんかどっか行っちゃいました。はい、あの新しい語本が気になって。 その5本のお話などされるんだということでいらっしゃいますぜひね皆、えー、さんご参加くださいけんけんさん来週木曜日はどんな内容でしょうかまだ言えませんえシークレットまだシークレットシークレットおう。ちょっとなんかあの心の準備とかした方がいいですか私そうですねえ そうですね言われちゃったよ <laughs> ちょっと私今週、ま、私今週今週本当にちょっとなんか自己開示しすぎてえどうなんなんかあったんですかいやあのちょっとあのいいですかなあ火曜日を聞いてききわんない,いですきわ<ー>んで,いいです火曜日のね火曜日ちょっと今週はね,ねちょっとね,ねいろいろあのちょっと高が外れすぎたのでちょっとあんまりこうでも先週も外れてたじゃないですか木曜日 先週の木曜日外れてました私リリコさんとあリリコさんとあリリコさんとはいい感じで外れたんですよ二村さんとはちょっとこう恥ずかしい感じで外れちゃったんですよじゃああと何感じで外れちゃえばいいですかね <laughs> やってないはず外れちゃえばスティングとか えどういうことですか。スティングとかもしここにあ現れたら,ああたら外れちゃいます。うん外れちゃいますね。完全にもうピューンって理性外れますね。じゃスティングがスタジオに現れたら似てる方を呼びして似てても意味がないんです。スティングじゃないといけないんです。ってかい無理しなくていいです。シオンさんはシオンさんいやいやあダメ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 じゃあ絶対呼ばないでください。あのねあの私が私のさ <laughs> そう、私実はあのー、あのミュージシャンのシオンさんが実は何気にすごい好きでして、はい、あの多分それはねもともと子供の頃からスティングを聞いてたところがちょっと関係あるのかわからないんですけれど、どはい、シオンさんのライブであのー、涙を流したこともございます。けどシオンさんは呼ばないでください。恥ずかしいから。わ、はい、かりました。はい、あ、素直に受け取ります。<laughs> 心の準備が一できます。まあでもタイミング見てね、もし いいららしてたただけるだけんったらもうラ,イブライブの一番後ろの方からこうから黙ってもう見ているだけでもう精一杯ですはいじゃあなかなかインタビュー難しいかもしれないですねそうですね、はい、まだまだちょっと自分の,あのレベルが上がったらねいろいろ挑戦していきましょうはい、はい、お願いします最後に放送のメアドを教えてほしいって,言ってきてますよあ放送のメアドを教えてほしいジョージ・ワシントンさんはい「いつでもメールくださいの」の、えー「ローマ字で」 明日のスペルを言います。A S H I T A N O 明日のアットマーク T B S ドット C O ドット J P でございます。あのサタズさんはね毎回必ず丁寧にスペルをちゃんと言うんですよ。 あらニキさんは私は言わないんです意地悪だからそんなことないですよいい <laughs> <laughs> いやでもねちゃんとそこのサテトさんの丁寧なところがね気配りが伺えるんですけれど はい、はい。もしよければツイッターにもね。<ー>も,ねもしよければね、あのまあ TBS ラジオのホームページからでもチェックできますし、ツイッターもやっております。なんかラジコにもあるんじゃないですかね。<ー>確か下のめなんか説明書きどこからかも。そうですね。はい、うん、ラジコにも載っていますし、まああの Google 先生にね、えー、問い合わせもできますので、ぜひはい、えー、日頃の、えー、なんか。 おしゃべり的なこともい、ねはいはい、俺、俺通信、私、通信お待ちしております、二木さん、今度、そのダサいスタジャン来てくるときは、背中の刺しを見せてください、<laughs> はい今,今見せましょうか、<お>はいジューン横須賀で買ってまいりました、私のこの、もうおそらく世界にもう数えるほどしかないぐらいの、<laughs> それ魚すか、魚ですクジラかクジラです どうよこの桜吹雪波と富士山と赤富士じゃないですか赤富士ともうこのセーラームーンもびっくりな三日月と鯨とどんだけ情報量載せたんねんっていうやつですけれどねこれはあの横須賀のお店であのすごく安くしてもらったのでとてもあのフェイバレットな一、はい、名の方にプレゼン嫌だいやだ私の <laughs> <laughs> はい、そんな感じで皆さん最後までお付き合いありがとうございました <laughs> 来週月曜日またお会いしましょうそれまでねあったかくして、えー、良い週末をお過ごしくださいまだ明日あるけどね金曜日そうです、ねはい、さよならーお疲れ様でしたお疲れまでした